微調整しすぎて逆に当たんなくなる現象が発生してる。やらかした。しかし俺はこれを乗り越えたら無敵になれるはずだ。うん、オッケー。うん、うん、うん、うおほう。すごい。アキンボ入居ありだな。まさかこいつカーキカメラ要員か。大会何キャラで行こうかな。マジ迷うんだよな。大会何で行こうかな。入居がワトなんだけど、入居がワトかクリプなんだよな。どうしよっかな。ただ入居使ってみよう。入居エルスター試さないと分かんない。じゃあ配信お疲れ様です。うん、水飲んだらいいっすね。調子俺そんな水飲んでなかったっけな。俺結構飲んでる気がしたけどな。俺が先導する。うん、背中の痛みも減ったな。頭こそが真の力だ。ほんじゃー、水ってそんなか。俺ね、結構飲んでたと思ったんだけどね。割と俺飲んでるつもりだったんだけどね。足りてなかったのか。あ、G7 だ。そう、ちょっとこれ使えてんだよな。これかなり調子よくなったわ。塩分は足りてない可能性あるな。で、そういうことか。純粋に俺の飲む量が少ねえな。次のリングに入った。だが戦いは優位な位置を取るだけでは勝てん。何に弾が入ってない。パーン。あった。新しいキルリーダーが出てきたようだ。今のが最後だったな。もう援軍は来ない。戻ってきた。まだ若いつもりだが、待機。おじゃー。 G7 ね、結構ありな気がするんだよ。1日2リットルです。あー、まあそこまで飲んでないのか。800ミリリットルぐらいしか飲んでないかもしれない。そういうことか。回復中だ。よう、これはアップグレードだ。もうちょい飲まない。まあ、じゃあこれあれか、俺のこの横に置いたらこのペットボトル全部飲み切るぐらいの勢いでいいのか。じゃあこの世界よ。ノロマのシールド終わった。敵を倒した。ノロマのシールド終わったぞ。ちょっとやった。ノロマのシールド終わった。シールド終わった。リロード中。なるほどね。100に。そんな入んのこれ。やば。ニューキャッスルのキルがまた一つ増える。シールドを強化してる。
やっぱりこっちの状態の方がやりやすく感じるな。うっそー、今シーズン大変だ。微調整しすぎて逆に当たんなくなる現象が発生してる。やらかした。しかし俺はこれを乗り越えたら無敵になれるはずだ。俺はエヴァ8な気がするわ。ショットガンモスだったら結構ガチめでエヴァ8やべえんだよな。アビリティが。じゃないか最強は。もしかしてあと30秒でリングが閉じるんだ。距離はあまりないな。俺ね、エヴァ8だわ。わからん、エヴァ6どうだろうね。ぶつかってみたらわからんじゃね。多分わかんないけどどうだろうね。どういう感じかどっちかというとイメージが違うな。俺が思う打ち方が違うな完全に。おお、なんで医療キットなんの勝手に。ゴミすぎこの仕様、本当に本当に嫌い俺これ。本当にこの勝手に医療キットにされるの嫌いすぎるんだけど、何なんだろう。本当に嫌だな。え、マジで、マジでまた医療キットされてんだけど。え、これ、マジでさ、これ何なんだろうね。マジで。俺さ、バッテリーにしてんのに勝手に医療キットにされ続けるんだけど。なんか、こんなに医療キットにされてたっけ。マジで。えぐいな、なんかすごい嫌だな。肉から巻くやつなんていんのかこの世に。とてもとてもやりづらいっすね。これすごいな、無限に医療キット任せられるな。多いんじゃね。ヒート確かにないっすよ、ランクとか。やってねえから分かんないけど、ランクヒート会いたくねえから。なんか操作に引っかかりを感じるな。なんだこれ。リロードする。え、
なんでなんでですかなんでなんで。死んでる。何の音だ？引っかかる。あ、エヴァ8あんじゃん。もうさ、俺これ下げようと思ってきたんだ。なんか全体的にやっぱ動作がなんか重いな、マジで。すべてにおいて。あの、アイテムもさ、こう、漁ってんのにさ、帰ってっちゃうこともあるし、やっぱなんかあるな。今シーズン。何があるかわかんないけど、やっぱなんかあるな。これもそうだよな。ブレ方もそうだけど。何かが変わったんだな。終わったんじゃね。おお、空が来た。いてえ、後ろ？なんかいろいろとやっぱあれだな。明らか何かが違う。明らかね。今日昨日と違ってなんかね、アイテムが戻る。ゴミだこれマジで。費用でなんだろう、そのさ味方とかもさカカーンってなったけどさ、なんか変なんだよなマジで。これはなんだ？やりづれえぞ。なんでだろうな、スローダウン軽くなってるはずね、なんで重く感じるんだろう。なんかやっぱ昨日となんか違うんだよな。なんだなんだ？ちょっとこれ終わったら試してみよう。もしかしたらあれ本当にやりやすくなってるのかもしんね。試してみよう。これ終わったら試してみるわ。ちょっと一旦再起動するわ。ワンチャンやりやすくなってる可能性は全然ある。あ、ダメ。いや、モザンアキンボ入家とかもやばそうだな。ちょっと触ってみよう。アキンボ入家やばいんじゃないか、今シーズン。ちょっとエルスター、お前解雇だ、とりあえず。まあ、引退。アキンボ心身だ。どんな強大な力でもいつかはなくなってしまう。練習になるね。
え、また25だ。お前らの足はどこについとるんや。だからケツや、それどう考えても。気持ち上か。これ25なんだ、マジで。よーすごい。アキンボ入居ありだな。D7 強いよ。アキンボ入居ありっすね。アキンボが強すぎんな。マスティフかアキンボか、そこらへんやな、マジで。いや、マスティフ入拳もやばそうだな。アキンボ入拳も強いけど、リロードする。このシーズショットがクソ強いぞ。ちなみに、この距離打ち合えないかな。 G7 ちょっとやってみたいな。これぐらいの距離感打ち合えるのかな、試してみたいわ。狙われてる。セクターが守ってきてる。シールドをリチャージします。ダンスコつけると金キル出ねえ。シールドをリチャージしてる。いや、ショットガンかもしれん。今シーズン、今シーズンショットガンかも。そうだよこれ、俺の化身。いや、よう落ちてんな。マスティフボー、あ、 P2022 丁でもいいな。マスティフじゃなくって、それはそれで悪くないな。でも最強あったのエヴァ8。ん？え、なんかこれ一回掴めない。あ、これ入キャか。今日のカジュアルあれだな、なんか初心者の方すごいな。じゃあショートで見て一目惚れしました。マジありがとうございます。
いや、このゲームショットガンゲーだな、マジで。ガチです。エヴァハティやばい、マジでやばい、おかしいよこれ。切るタイム早すぎる。何秒だこれ、 1.2 秒とかなんかな。シールド終わったぞ、リロードする。いたー、そんな俺もらう。シールドをリチャージ。グレネード気をつけろ、ダメージを受けてる。リロードする。プロテクターが守る。今度カジュアルマジで初心者さんだな。謎い。ちょっとあれか、攻撃してみようって言ってみよう。だからあれだな、銃としてんだよな、一回だけ。全兵と俺に。10年だよ。行こうぜ、これ行こうぜ、みんなで。頼む味方、前来てくれ、一緒に頼む。ダメだ、便所、便所してる。やべえ、今日やべえぞ。カジュアルやべえ、全試合やべえ。今日やべえぞ、やべえ、助けてくれ。俺今日全試合これなの、やべえ。1試合だけちょっといいのが欲しい。ワットソルさっき使ったわ。難しすぎる。あ、助けてくれ。ヘムロック強。ヘムロックゲームってことだよね。さあ行こう。楽しい楽しい、ちょっ向こうへ行く。このシールドを渡す。これを狙ってきてる。なんか銃のダメージもらえたかな。なんかそんなもらうんだろう。始まりましたね。あっち。リロードする。ユーキャッスル、シールドをリチャージしてる。やべえ、マジで。かわいすぎる、ずっとドローン操作してる。撃たねえ、弾を。わ、まずーい。味方一緒に戦ってくれ。前行くんや、一緒に戦おう。
敵を撃破した。よくやった。シールドをリチャージしてる。敵を撃破。最高だ。敵のシールド終わったよ。命中。警戒しろ。この辺りに2部隊いるぞ。どっちがいいんだろう。ショットガンとさ、どっちがいいんだろう。P2020 アキンボヘムロックなのか。あ、それか、だよな。どっちがいいんだろう。いや、迷ってる、未だに。ワトも強えんだよな。モザンか。リングが動き出した。俺たちはまだ外だ。こんばんは。お疲れ様です。ねえ。おじい、あと1、頼む、倒してくれ。あと1なんだこいつ。ノー、はじまるかそうなんだよさ、アキンボさ、P20 普通にありなんだよね。一人持ってくるやったら超強いしな。いや、俺ちょっと俺、アキンボシュンシュンだな。ヘムロックアキンボしようかな。超強いと思うんだよね、俺普通に。そう、俺ガチで強いと思う。全試合ってのがすごいな。ダメージを受けちゃったよ。敵を倒したぞ。ちょっと射程も長いからね、そこもベストだよな。 30m だったら戦えるからね。30から25ぐらい。よし、マスティフの怖いところが外した時なんだよね。 P20 はキルタイムが結構早い。頭気をつけろよ。リロード中。ショートビーコンだ。リロード中。ワキンボモザンはそう42なんだ。ウィングマンだよな。ダダーンって。普通に強いんだよな。おまわーありなんだよな。カスダメ21ってのがやべえよな。カスダメ21。でも俺が毎回爪痕取ってる時って大体アキンボ20持ってんだよな。マスクを確認してくれ。敵の位置を突き止めた。ドローンからログオフした。あ、そうなると G7 アキンボとかも強そうだな。弱低感度って感じ。上げすぎても良くないけど、下げすぎても当たんねえんだよな。こんばんは。配信お疲れ様です。味方こっちいるよ。いいだろう。まさかこいつ監視カメラ要員か。やっぱそうだ。これは監視カメラクリプトだ。珍しい。リロード中。ニューキャッスルのキルが一つ。敵への攻撃をモバイルプロテクターを移動させる。かなり熱い。
俺に戦え味方が死んでるぞ。味方来てくれこの人リブートしようってない落ち着けおいこっちに。おいリブート以外のダメージ稼いでねえぞ今一発も。やばいぞそれ。みんなは俺が守るからな。戦闘開始。頑張れ味方。頼む銃を撃つんだ銃を。ガチ監視カメラになってる。やべえ。はぁ、あ、何刺さんだよこれ意味わかんねえだろう。シールドリチャージ中。あこう見るとなんか G7 の良さそうだなマジで。弾持ちもそうだけど。シールドを強化してる。いやアキンボー G7 俺マジ熱い気がしてきた。俺これ最強構成これかもしれんな。近くに着地したぞ。大きな間違いを犯したな。多分足も速いし、ピークできるし、こうやってこういう感じで。これだから63でしょ？強えぞ。ついに撃ってる！神！天才や！P20 すえ。これ P20 G7 かもしんないこれ。熱いの。アキンボ G7 か。時代は。すえぞ。弾多いし、あとリロードが早い。めちゃくちゃ、めちゃくちゃリロード早いぞ、これ。ナイちゃーん。これ、来たかもしれんな。負ける気しねえ。おあらのモザン。モザン弾持つかなこれ怖いな。モザン弾足りるかな。どうなんだろう、どっちやんだろうね。うわ迷うな。どっちだろう。